いたら関わりたくない弾丸論破のキャラに対するみんなの反応集です。それではどうぞ。何枝と誰きよ。平和な世界線として、イルマとかサイオンジみたいに口が悪すぎるのとか、大和田やクズリュウみたいにカッとなりやすいタイプはちょっと。そうだね、まったくだよ。姉さんの友達にはふさわしくないよね。ジェニン、まあ、はい。でも俺はナナミと関わりたいよ。深川さん、表の性格も割とあれだけど、ジェノサイダーが無理すぎる。まず殺人鬼は論外すぎる。それ以外は喧嘩っ早いクミくらいとロボットくらいかな。アンジーと関わったらいつの間にか洗脳されそう。アンジー嫌いじゃないんだけど関わりたくはない。生徒会の流れ普通に怖かった。根っこは決して悪い子じゃないけど、そもそもカルト集落出身だからな。ミオだ、間違いなくいい子ではあるけど、ずっと一緒にいたら疲れそう。チータンぐらいじゃないかな。一緒にいて人畜無害なの。苗木くんも加えてあげてほしい。藤崎も深川とは別ベクトルで、すぐ卑屈になって泣くから、きちんと藤崎と付き合っていけるタイプじゃないと、一緒にいると面倒に感じることがありそう。スクールモードデー、なんでこれ言っただけで泣かれるのっていうのを何度も味わったからわかる。さくらちゃんは優しくて強くてかっこいいじゃないですか。関わりたいやつあげた方が早い。さくらちゃんと前園さんとななみさんとなんと書なら、むしろ関わって話を聞いたり遊びたいレベル。これキヨは自分にとって安全でも、自分の知り合いとかに目つけるのが最悪。塩は姉とも判定もらえそうな親類が特にいないなら、割と友達として付き合いたい部類ではあるな。山田も悪いやつじゃないんだけど、近くにはいてほしくない。トガミは安泰なように見えて、あいつ詐欺師だしな。そうだ、も良き親友キャラと見せかけて、海で遊ぶ時にお揃いのブーメランパンツを履かせようとするヤバいやつだしな。深く関わろうとしなければ、そうだはありだと思う。めっちゃ仲いいってわけじゃないけど、軽口叩き合えるくらいの関係性なら。小前田は才能ない一般人として付き合うなら何も起きないんじゃないかな。むしろ一般人が普通に近づく方がヤバいだろ。周りに大災害引き起こして自分だけピンピンしてるのが小前田の才能だぞ。無印だと、大和田、セレス、深川、江ノ島、戦場。2だと小前田、ペコ山、クズリュウ、サイオンジ。V3 だとゴンタ、塩、イルマ、オウマ、春巻、アンジー、白金、キーボあたりかな。クズリュウ兄弟&その犬はヤバい。かわいそうな小泉といい子。平和な世界ならオウマとかはマシな方なんじゃないかと一瞬思ったけど、普通に面倒ないたずらしてきそう。前園さんも関わっても平気なタイプ。個人的にこんな感じ。大和田、ボクサー、気が短い上、すぐに手を出す。トガミ、セレス、深川、サイオンジ、イルマ、ハルカワ、ルルカ、性格に難ありすぎ。天候、平和時空だと本編以上に男子への当たりが強すぎるから、ちょっと、大馬、アンジー、何考えるかわからない。新宮寺これ聞よ、女子だったら論外。いやいや、可能な限り皆を避けていきたいね。僕らみたいな路傍の石がこんな才能の塊と関わってしまうと、その才能を曇らせてしまいそうで怖いじゃないか。積み木あたりは現実にいたら割とうざいレベルだから関わりたくないな。積み木は条件付きだから比較的危険ではないって言ってもいいかな。普通なら怪我した時はむしろいてくれた方が助かるし。ゴンタ君は虫で名護もう会の件があるからな。自分の考えを押し付けるというか、歯止めが効かないところあるから、無意識に距離取ってしまうかも。ゴンタはハピロンで港の適切な虫さんとの関わり方の答えを得ていたから、その後ならいけるのでは。主人公トリオはまともだろ。日向はコンプレックスの塊だし、予備学科とわざわざ関わりたい人っていないでしょ。仲良くなってからなら平気だが、初期状態だとネガティブすぎてきついよな。才能欲しさに頭開けた予備学科がいるんだけど、なんなのが苗木くんたちと並んで主人公だなんて、おこがましいったらないよね。実際、前の高校で陰口を言われてたような描写もあったみたいだしね。赤松も持たないずどされた後の犀原ならまあ、最大の地雷が一見普通な顔して凄まじい不運を招く苗木というのがひどい。まともなら女子風呂、かっこ更衣室覗きという犯罪はしないのでは？あれは所持してるだけで精神汚染するアイテムのせいだし。その精神汚染アイテムもらって唯一大喜びするキャラがいるんだ、犀原修一ってやつなんだけどね。日向苗木はプレゼントもらう機会がないからあれだが、もしもらう機会あれば犀原同様大喜びしたのかも。小前田がいる2組、絶望姉妹がいる無印組、塩がいる V3 組、どこが一番マシだ？これで小前田が一番マシという魔境。絶望姉妹の他に、二重人格殺人鬼、温蔵師、暴走族、ギャンブラー、ハガクレがいる無印という魔境。ハガクレー。
ハガクレは別にいてもええやろ、楽しそうやん。常識的に考えてください。多重債務者と付き合いたいですか？ことあるごとに臓器売ってくれって頼んできたり、壺買わせようとしてくるぞ。それでもいいのか石丸と思ったけど、あいつ細かいとこ指摘しては説教してきそうだわ。弾丸論破のキャラって関わったらアウトなやつと、関わったらめんどくさいことになるやつの2種類しかいなくない？やっぱりキルミママがナンバーワン。お世話になりたいところだけど、あれで主人をマジにダメにした過去があるからな。ハピダンで困るもママの接待受けて日常生活に戻れるか不安になってたくらいだし、ママに依存しないでいられる自信はないわ。初代で言うと大丈夫そうなのは、苗木舞園の桑田文咲、大神朝比奈くらいか。石丸も山田もリアルだとめちゃくちゃうざそうだし。桑田と朝比奈アウトで、あいつらコミュ力お化けの苗木相手だから普通に友達やれてるけど、ちょくちょく発言やばいからな。小泉とかもリアルにいたら典型的な男子に突っかかる嫌な女子になりそうだし、むしろ OK なやつ数えた方が早いと思う。実際桑田は同じ野球のメンバーから嫌われてるしな。桑田側の考えとか、須田時のいい兄ちゃんだとかゲームで明かされてるからあれだけど、リアルでいたらそりゃ嫌われるわって感じの振る舞いだし。桑田は感性はちょっとチャラい普通の男子高校生よりだけど、才能っていう1点が突き抜けすぎて、超高校級の中ですら浮いてる感はある。苗木だからなんとかなってる感。桑田は天才すぎて努力の意味がわからないレベルの才能なのが、他との亀裂生んでるからな。野球やってる人とそら話は合わないだろうっていう。平和時空で考えるなら、無印、苗木、前園さん、チータン、桜ちゃん、ツー、日向、七海、ソーダ、ミオダ、二代、詐欺師、ソニア、V3、赤松、キルミー、星くん、ゴンタ、アマミ、あたりが安泰かな。筋肉枠とかいう成人枠、ただ2台はデリカシーないのと、ことあるごとに体鍛えろって忠告してきそうなのが欠点かな。アマミって自分のことあまり明かしてくれなさそうなところに不満がなければ、かなり人当たりがいいと思うわ。苗木兄弟強すぎる、他はマジで無理。アニメキャラ OK なら木桜さん、しずこちゃん、小津さんは積極的に関わりたいな。あとオリジナルのことわざに耐えられそうなら万代さんも関わりたい。塩はリアルにいたらマジで関わりたくない。普通にすれ違った人、性格が良さそうな人は姉の友達候補にしてまるしそう、塩撒いときますね。慎重に選んでるからすれ違うだけならセーフ。民族学の話を楽しく聞いたり、下手に優しくするとまあはい。前園さんは憧れの人って感じで、近くにいたら眩しすぎる気がしている。あんなにストイックに努力している人、近くにいたら焼かれちゃうよ。人格的な問題で省いた結果、前園さん残してる人多いけど、スーパーアイドルの知人ってこの晒し炎上なんでもござれの時勢だと一番生々しくきつそう。それを言ったら、多分前園とかに限らず、希望が峰学園生と付き合いがあるって知られた時点でろくな目に合わんぞ。というか絶対幸運枠とか SNS でボロカスに叩かれてるよな、あの世界。さすがに知人ってだけでそうはならんだろう。キリギリさんとサイハラくんは性格面よりも探偵としての能力として何らかの事件に関わってしまうのが偶発的にね。死神が見える、じゃないけど金田一、コナンあたりと近しい能力があったら普通に巻き込まれししそう。そもそもサイハラくんは1回しか解決してないし、才能ないやつに対して割と塩対応なやつが多いっぽいのが辛い。超高校級のと自己紹介するやつは全員却下だ。なあ予備学科くんもそう思わないか？シンプルに性格が面倒くさいやつ多すぎる。